こんにちは、ブルーホースです。48日目ハーバード心理学やってまいりましょう。今日のテーマはね、こちらですね、気持ちを切り替えるということで、今日すごくシンプルにまとまっている話をしていこうと思います。まあ、気持ちっていうのは結構浮き沈みありますよね。波ありますよね。ずっと楽しい時間っていうのはないですし、ずっと辛い時間っていうのもないんですよ。ところが、辛い経験をすると、結構その出来事っていうのを引きずってしまうっていう傾向、多分多くの人あると思います。ね、楽しい出来事、ね、旅行に行ったとか友達と遊んだとかって案外すぐどんなことしたかって忘れてしまうんですけど、ネガティブな出来事って結構鮮明にズルズル覚えてますよね。なので今日はネガティブな出来事があった際の、ごく簡単な切り替え方法っていうのを一緒に学んでいけたらと思います。で、不幸な時間っていうテーマで今日一つ、題目があるんですけれども、人間っていうのは誰でもですね、幸せを感じることのできない時期っていうのを経験すると思います。例えば、試験期間とかですね、試験期間幸せだたまんねえハッピーっていう人いないと思うんですよ。で、組みたくもない相手と仕事させられたりとか、恋人とお別れしてしまうとかね。さらには、自分がやりたいって思って始めては見たものの、なんかちょっと難しいなとか、続けるのがなんか面倒だなって思った瞬間に、満足できない時期、やめちゃおうかなっていう時期が来てしまうんですよ。で、この手のしんどい時期っていうのを抜け出すキーワードに、ハピネスブースターっていうのがあるんですね。これ何かっていうと、幸福感増幅行動、なんかちょっと難しい言葉出てきましたよね。数分でできることから、数時間かかるものになるんですけど、ご自身のですね、今と将来に対して楽しさっていうのをもたらしてくれるものという意味になります。じゃあなんやねんそれって結局っていうことなんですけど、ハピネスブースターを習慣化していきましょうっていうのが今日のワークになります。これっていうのは、大したことはないけど気持ちがリフレッシュできたりとか、嫌なことが自然と、自然っていうのが結構キーワードなんですけど、自然と忘れることができるものなんですね。なので今日のワークっていうのは、1週間分の、要は月曜日から日曜日までのルーティンで回せるハピネスブースターっていうのを作っていきましょうっていうことです。例えば何かっていうと、家族や友人と過ごす、これは日曜日とか、好きな映画を見る土曜日とか、読みたい本を読む月曜日の夜とかっていう風に決めていくっていうことなんですね。で、こうやってリストアップしていくっていうのが今日のワークになりますね。これ別に家族や友人って過ごすって大したことないじゃないですか。映画も垂れ流してもいいわけですし、読みたい本ピックアップして目の前に広げるだけですよね。大したことないけど、でも嫌なことがあったら、なんか本没頭してたら自然と忘れますよね。家族と友人と談笑してたら自然と嫌なこと忘れますよね。気持ちリフレッシュできますよね。これをやりましょうっていう話です。で、リストアップしたハピネスブースターっていうのを、毎日何をするか、いつするのかっていうのをスケジュールに組み込んでいきます。で、1日わずかな時間、もう5分とかでもいいですし、2時間かけれるとか、なら2時間とかでも OK です。行うことで、その日嫌な、その日にあった嫌な出来事とか悩み事っていうのを忘れたりとか、それから解決するヒントを見つけたりすることっていうのができます。で、皆さん自身が例えば今嫌なことがあったとか、これからちょっと起こりそうだなっていう時にリフレッシュするために、どんな小さなことからやっていきますかっていうのが今日のお話となります。今日のワークとか題目としては、テーマとしては以上となるんですけれども、ちょっとね、きつい話をしとこうかなと思います。これ何かっていうと、こんなワークっていうのをね、用意すると、時々、やっぱり落ち込んでいる時にこう何かするなんてできるわけないっていうような突っ込みを受けることも私あるんですよ。で、そういう人に言えることは、もう一生落ち込んどけっていうね、かなりきついかもしれないですけどね。で、何かにくよくよしたりとか、悩み続けている方が楽なんだとしたら、別にそれでもいいと思うんですよ。でも、多くの人は、その落ち込んでるのが嫌だから、なんか解決策はないかっていうふうにもがく傾向が多いんですよ。で、それは僕正しい判断だと思うし、反応だと思うんですよ。で、いざじゃあ、解決策で、こういうのやってみませんかっていうのを、見せたにもかかわらず、文句を言ったりとか、やらない言い訳をするくらいだったら、もう別にそのままじゃでいいじゃないですか。落ち込んどけばいいじゃないですか。ね。で、別に僕は嫌なこと忘れろなんていうハードなこと言ってないんですよ。ね。さっきも自然に忘れるがキーワードですよって、なんか気づいたら、あれ？なんか嫌なことあったっけ？どんなことだったっけ？って忘れて、自然がキーワードだっていう話したじゃないですか。なので、ちょっとした気分転換やりますかっていう、もうそういう自然な提案なんですよ。
ね、例えば散歩に行くとか読書するとか映画を見るとか食事するとか、これの中に何か難しいことってありますか？ね、あったら何がどう難しいかってぜひ教えていただきたいっていうところなんですが、この動画を見ている人っていうのはね、どちらかというとそんな文句をバー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 言う人っていうのはゼロで、どちらかというとどうにかしたいって心の底から願ってる人だと思うんですよ。だからこそそういう人には僕も全力で力になりたいと思ったので、こういうハピネスブースターを作りましょうっていう動画を上げております。ですんでぜひこの動画ヒントに1週間毎日数分から数時間でできることで、なんか気分転換を簡単にできるもの何がないかなっていうハピネスブースターぜひ作るきっかけにしてみてください。ということで本日の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。